皆さんこんにちは、ユニティハウス仙台です。本日はショールームの方に足を伸ばしてみました。中に入ってみます。では中に進んでいきます。あれ、誰かいますね。あ、いらっしゃいませ。支店長自らお掃除をしています。今ちょうど消毒中でした。テーブルは消毒済み、コロナ対策も完璧ですね。はい、バッチリです。では支店長の方からお知らせがあると言いますが、何でしょうか。はい、この赤いチラシ、私どもユニティハウスで赤いチラシ使わないんですよね。そうですね、多分初めてかもしれません。はい、目立ちます。こちらがですね、ユニティの恩返しと言います。ユニティの恩返しとはどういうことでしょうか。はい、今仙台にお住まいの皆様、宮城県にお住まいの皆様、この時期にですね、少しでも多くの方に家賃並みの返済で住宅をお届けしたいということで、今回はですね、利益度外視で当社保有の土地を価格を下げまして皆様にご提供したいと思っています。あ、素晴らしい大盤振る舞いですね。だいぶ頑張りました。場所とか教えていただきたいんですけども、はい、今回はですね、エリア的には3カ所に限定させてもらってます。はい、どちらになりますか。はい、一つがですね、南吉成ですね。はい、南吉成2丁目素敵な場所ですね。はい、こちらで一区画、そしてもう一つが泉区の寺岡5丁目あ、閑静な住宅街。そうですね、ここも最近ね、はい、新しい街区も今工事中で、はい、非常に人気のあるエリアになってます。はい、アウトレットも近いですしね。そうですね、はい、そしてもう一つがですね、はい、大崎市の田尻ですね。はい、こちらの方で3区画。あ、ゆったりした素敵な場所ですね。はい、そちらも、ね、こちら合わせて5区画をですね、はい、今回はユニティの恩返しということで皆様方に価格を下げてご提供させていただきます。すごい、頑張りました。素晴らしい。はい、はい、ではですね、このユニティの恩返しの3エリアに当社の優秀な営業マンが行ってますので、呼んでいきたいと思います。じゃあ南吉成よろしく。はい、南吉成チームの斉藤です。中村です、よろしくお願いします。お願いします。じゃあまずこちらの土地の方のご紹介の方させていただければと思います。はい、はい、こちらですね、土地が、まず北側に大きい道路ありますね。これビートルズ何人くらい、4セットぐらい、4セットぐらい。12メートルです。ここ広いですよね。はい、非常に広いです。ここの道路にくっついてる部分、ここは 7.5 メーターです。ここから、ここから 7.5 メートルの間口です。こっちの大きさは58坪です。あれ、なんか奥が、奥がそうなんですよ。もう見ていただいて分かる通り、はい、林というか、もう自然たっぷり、はい、優位な自然のラグジュアリー感じていきます。なんかもう鳥のさえずりが聞こえてきましたね。ここにだって建物建たないですもんね。他のちょうどすごい、なんていうんですかね、プライバシー確保できてますよね。そうですね、仙台市私有の林になってますね。これがね、お家からリビングのところから見たらすごいいいですよね。で、まあ、当社の方でいつも、はい、お伝えしてる土地と、はい、建物と、まあ、外交を含めてお家ですよっていうところが、うん、この場所だとそこの外交の部分がこだわって作っていただけるっていうのが、う、ね、はい、ポイントになります。なるほど。これからのこうご家族の幸せっていうところをですね、ぜひこの土地で実現していていただけたらなと思います。あとは周りの方も周辺環境の散歩というか、ね、はい、ぜひいつも通りよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、もう歩いてで30秒ぐらいそうですね、はい、こちらはデッキなんかも実際に作っているところが見ていただけますので、この展示場と同じ作りでいけるってことですかね、はい、さっき。そうですね、ほぼ同じ大きさで建てていただくことができますの で、建物のちょっと詳しいところは紹介動画別で出してますので、うん、 そうですね、そこ見ていただけるといいかな。ナイトルームツアーをしましたので、はい、ぜひそちらでご覧いただければと思います。はい、何でも揃ってる。百均もあるので、あ、病院なんかもあるんですね。バス停も見えてきますね。バス停もそうですね。7本ぐらいあるんですね、仙台。そうですね、結構ありますね、7時台。仙台とあとは泉中央駅。こっち方面も行けるんですね。以上、南吉成チームでした。
バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい、皆さんどうでしたでしょうか。南側のね、あの緑がすごく気持ちいい。特に今からね、新緑の季節になりますので、気持ちのいい場所だと思います。ぜひご検討ください。それでは続きまして寺岡5丁目、お願いします。はい、お疲れ様でーす。こんにちは。寺岡担当する生きと荒川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今我々ですね、今寺岡の方のにある泉パークタウン展示場にいます。これから紹介する寺岡5丁目の物件がここと同じぐらいのね、建物が建てれるっていうところがあるんですよ。外をぐるっと見てる。あ、そうですね、そうですね、ぐるっと見てもらって、はい、でこんな感じだっていうところを、ね、そうですよね、イメージしてもらえる。なりました。はい、外に出てきました。外に出てきました。こんにちは。こんにちは。うちの社員の高橋が今からお客様ご案内になります。あ、そうですね。ありがとうございます。お忙しいとこすいません。庭なんかもね、ちょっと見てもらいたいなと思うので、こちらどうぞ。はい、はい。こういうのも寺岡5丁目でも作れるってことですか。あ、作れます、作れます、はい、作れるんです。土地が大きいってかなり魅力的な物件になりますね。じゃあ早速ちょっと近隣のところから、はい、飛びますか。飛びます飛びます飛びますか。飛びます。せーの、はい、はい、着きました。着きました。着きました。どうですか、この街並み。綺麗ですね。ちょっとね、あの歩いてみましょう。結構綺麗なんでね。寺岡自体ね、あの一つ一つの土地の面積が最低これぐらい取りなさいよっていう面積が決まってるんですよ、はいはい、なるほど。なんで大体60坪です。60坪、うん、あ、それでこう綺麗な街並みを保ってるっていうところなんですね。そうなんです、そうなんです。こんなに広いですね。本当ですよ。へえ。もうお城みたいな、もう村でゲビってますよね。青川さんなんか。村ができてる。いや、私はこっちに目が行きました。あ、こっちですか。ゴルフクラブですか。テニスクラブ、いいですね。ゴルフやりますもんね。食料品とかね、いろんな買い物ができる。最寄りのスーパー。そうです。寺岡の皆さん、ここでね、食料品なんかをここで購入されるっていう場所になりますんで、そこの場所からもやっぱり近いです。近いです。本当にね、歩いて来れるのが一番いいです。そうですね。これから向かうんですよね。ああ、そうです、そうです、そうです。これから物件まで向かって、はい、お願いします。はい、着きました、荒川さん。着きました。広いですね。広いですよ。目の前の道路もすごく広くて。確かにね、道路も広いですからね。すごいアピール。アピールが。まあ66坪ございます。はい。まあ、なかなか仙台市内で街中でこの面積の建物土地ってないですから。ないですよ。まあ基本ないですよね。はい、うん。日当たりもいいですしね。はい、で先ほど見てもらった寺岡にある展示場の大きさのものがここにドーンっていうふうにすっぽりと入ります。へえ。で目の前の駐車場を4台は行けますよね。4台どころで。ここの価格を教えてもらってもいいですか。そうですね、なんか設置ください。ですね、寺岡展示場と同じ36坪の建物を建てて、はいはい、まあ、外光も入ります。入れて3840万で販売させていただいてます。これ外光も入ってですか。外光も入って、あとこの街並みとか、そうですよね、利便性も入れて、ね、入れてですね。かなりお得な物件になっております。本当に恩返しですね。はい、じゃあ寺岡コーナー以上でした。ありがとうございました。はい、では最後はですね、大崎市の、田尻の3区画になります。相当お安く出してます。大盤振る舞いも大盤振る舞い。赤字覚悟の真っ赤なチラシ。おっしゃる通り。そうなんですね。そういう意味も込めてます。それでは呼んでみたいと思います。じゃあ田尻お願いします。こんにちは。今回ご紹介させていただくのが私中村です。荒川と申します。っていうかさっきですね、さっき違う瞬間移動で来ましたけど、この上りが目印の場所になります。そうですね、真っ赤な上り旗目印で、それぞれの 71.4 坪、72.4 坪、73坪と、それぞれ70坪オーバーのゆったりとした敷地になっております。5メートルと2000坪、だいたい間口の方が 7.8 メートルぐらいなので、
広いですよね。ありがとうございます。A 区画、B 区画、C 区画とあるんですけれども、まとめて見ていただいている感じになります ね、 ね、僕の方はですね、A 区画の方が60万円、建物買ってるところの、ね、はい、真ん中が100万円、100万円、はい、C 区画の方が90万円、90? ちょっと土地であんまりその桁なくないですか。そうですね、もう建物にこだわりたい人はぜひ。そうですよね、はい、あとは周辺の方ちょっと何があるかっていうのをご紹介させていただければと思います。はい、ここはスキップセンターという場所になります。保健と福祉、はい、あとは医療の、はい、施設になってまして、医療所なんかがございます。そうなんですね。パークゴルフですね。パークゴルフ、あっちにもなんかブランコがありますね。すいません、ありがとうございました。営業さんたちがみんな美味しいって言ってたので、ちょっとすいません、私がわがまま言って連れてきてもらった感じになっちゃったんですけど、近くにこういった美味しいお店があると住んでてもワクワクが止まんなくなるんじゃないかなと。土地紹介はこちらで以上になります。ありがとうございました。ぜひお問い合わせください。お問い合わせお待ちしてます。じゃあ現場にお返しします。じゃあね。はい、いかがでしたでしょうか。田尻、なんと一区画90万。すごい魅力的、私が欲しいです。これだけの、ね、広さもしっかりある土地ですので、私どものユニティハウスを建築いただけたら、おうち時間というのがますます楽しく快適に過ごしていただけるのかなというふうに思っています。今回はユニティの恩返し、全部で5区画ご提供させていただきましたが、私ども会社でですね、いつもお客様にお伝えしております QOL という言葉ですね、はい、クオリティオブライフ、人生の質を高める住宅、これを私ども常に考えながらご提案をさせていただいております。家賃並みの返済でですね、土地と建物をご購入いただいて、このコロナに打ち勝っていただきたいなというふうに思っております。これからもどんどんですね、こういうお客様に向けて発信をしていきたいと思いますので、今後も、この YouTube ぜひご覧いただければと思います。支店長、本日はありがとうございました。ありがとうございました。詳しくはですね、概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、また素敵なお知らせ楽しみに待っています。はい、ありがとうございました。さよなら。さよなら。俺の巻物がMC 多かったじゃない。なんかないですね。あ、撮ってるんですか。だいぶ神々でしたけどね。